問、相性が合わないなっていう人とはどう接しますか？接しません。基本的に相性合わない人と一緒に、仕事をすることもなく、相性合わない人とやっても、生産性も生まれないし、いいことはないので、なるべく接しません。そして、まあ、会わなきゃならないような環境だったらなるべく会っても距離を取るというようなことですね。はい、そんな感じです。なので、僕の場合こういう関係とかそういうものは非常に小さいんですけれども、一緒にやってる人たちは皆さんやっぱり気が合う人たちだし、今の KJ の先生たちも皆さん気が合う人たちだし、そういうふうにやっぱりまずはもうマインド的にね、きちんと環境を整えないとやっていけないということですね。だからそこはすごく大切じゃないかなと思いますね。